八大部と中国で呼ばれているのは、満州国新教にあった満州国国務院廃下の八部を指し、これらの建物は現存し、内外の観光客が見物に訪れている。満州国政府は大新教都市計画に基づき、政府関係の建物を信教し天根大街とその周辺地域に配置し、 長さ1500メートル、幅60メートルの緑あふれる大通りの両側に配置した。この場所の北端は満州新宮殿の建設用地であり、南への道の両側は満州国務院と様々な政府省庁のビルであり、南端は安民広場の近くにある。八大部は1930年代に建てられた大規模なビル群で、 建物はすべて東洋的な特徴を持つ中国と日本の伝統的な屋根スタイルを採用し満州の建物と呼ばれていた。広々とした土地、優雅で静かな環境、壮大な形、それぞれに特徴があり大きな緑の木々に囲まれ満州の国家首と建設のガーデンシティ形式の代表的なブロックを構成していた。この長い眺めの良いエリアは 地元の人々から一般に八大部と呼ばれ、現在では国家級風景名称区に指定されている。中心軸の北端に位置する新しい皇居は1938年9月に建設を開始した。太平洋戦争の発生後、財政的制約により建設は中断された。1945年までに新しい皇居の本館の地下部分のみが完成した。 1953年には、これに基づいて3万平方メートルの建築面積のを建物が建設された、この宮殿様式の建物は、長春地質学院の教育ビルとして使用され、その後地質学博物館を併設している。博物館の全面は、もともとは18万平方メートルの面積を占める、皇居前広場として計画されたもので、春天広場と呼ばれ、 1996年に緑の草が茂った文化広場に変わっている。八大部とその近所の歴史的建造物はその後基本的に無傷で残った。2012年6月には新民大外が中国史文化名街として選ばれ、2013年3月には以前の満州国国務院、治安部、司法部、経済部、交通部、外交部、民政部、 総合保映建物が全国重点分物保護単位に指定された。ありがとうございます。